クリスティアンズースはドイツノルトベストファーレンシュアーレン出身の卓球選手。ITTF 世界ランキング最高位は17位。愛称はクリレ。1999年ヨーロッパ卓球ユース選手権のカデットの部シングルスで準優勝。2000年の同大会ではカデットの部シングルス優勝を果たした。2002年2003年にはジュニアの部で男子シングルス。 混合ダブルスの二種目でそれぞれ優勝している。世界選手権では2004年から連続出場をしており、2004年ドーハ大会で2位、2006年ブレーメン大会で3位となったドイツチームの一員としてプレーした。シニアになってからのシングルスの試合での実績はあまりないが男子ダブルスでは2005年世界選手権、上海大会で準優勝。 2007年のヨーロッパ選手権では優勝している。2008年北京オリンピックの男子団体でドイツ代表の一員としてボルやオフチャロフと共に銀メダルを獲得した。2015年ブンデスリーガ決勝のティモ・ボルトの試合を最後に現役を引退した。独特の雰囲気を持ったプレイヤーであり、全人での両ハンドプレーを持ち味とするプレーが心情。また、 相手側のフォア前へのスピードロングサービスが非常にうまくサービスエースを取ることもしばしば。ティモボルトのダブルス。ありがとうございます。